じ。そう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 。めちゃめちゃいい感じですね。うん、で、はい、間、今私がこうめっちゃ合図出してるので、すごく見てくださってるんですけど、はい、通常であれば、はい、まあデュオやってる時にこうその間のまあおぶりって言ったりするかな、鍵盤の人何弾いてる、何つってるかなっていうのに結構耳を澄ましてあげて、そうでまた自分の番が来て、うんうんうん、また喋って、で最後自分がこう主導権を握って最後のフレーズガツンと吹くっていう感じですね、この流れは、うん、なるほど。そう、大きな難問は一番最初にちょっとやりましたけど、うん、うん、また後でちょっと通して吹いてみたいと思います。はい、はい、ではですね、ここからはもうちょっと細かくメロディーを見ていきたいと思います。はい、まずもうねイントロのルバートの時に自然とちゃんとこう音を引っ掛けるってこともされてるんですけど、そこの部分をちょっと掘り下げてやっていきたいと思います。はい、で結構こうスムースジャズのメロディーのニュアンスとしてしたからこうもっとあるそのメロディーの音に対して半音したからこう引っ掛ける部分と下から行く部分と逆に上から引っ掛けるこういうとこもそうですね。で次の例は逆に上から私引っ掛けてます。上から半音上から引っ掛けてます。でこれちょっと挑戦してみましょうか。はい、そう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 、こっちの人差し指でそうそう。でこれこの C のフラットっていわゆるこう装飾音符なんですよ。で実際すっごい聞こえすぎちゃうと逆になんか逆にちょっとあんまりかっこよくないかな。でもう聞こえるか聞こえないぐらいにしたいので、なるべくこの右手の人差し指の滞在時間はすごく短くした方がもう本当に弾く程度の方がかっこよく聞こえると思います。ちょっとやってみますか。うわ、触っちゃう、めちゃくちゃ触っちゃう。そうですよね。なんでこう押すっていうよりはどっちかっていうと私もうこう弾くぐらいに思ってる。もうねこれが最後まで押し切らなくてもいいぐらい。そう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 、いい感じ。そう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 、うん、割とこの下の音域から上にこうフレーズが上がってくるときに下から今みたいにこう引っ掛けてあげると割とかっこよく聞こえます。はい、じゃあこの下から引っ掛けるの今やったんで、今度上から引っ掛けるバージョンやってみましょうか。うん、かける部分はですね A の 1,2,3 小節目ソミレドレミミのソミレドのこのレの時にかけます。レのシャープでから経由してレに行きます。そう、それそれそれ、うんうんうん、そうそうそう、だから引っ掛けの要素としてこのレのシャープが2回を使うようになる、うんうんうん、そう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 、うん、バッチリ。そう、一見何にも飾りついてないように聞こえるかもしれないんですけど意外とこう
ここちょっと引っ掛けたりとか、ニュアンスつけたりっていうのが結構かっこよく聞こえると思います。